生活保護の利用を検討されている方、生活保護を申請された方に、これから生活保護利用までの流れを説明します。生活保護を利用するには、相談、申請、調査、審査、利用開始という4つのステップがあります。この4つのステップごとに、それぞれ担当の職員がつきます。保護を利用するには、まず福祉事務所に相談することから始まります。相談では、福祉事務所の職員が親身に相談に乗りますので、お困りごとなどを気軽に相談してください。問題解消のために協力をさせていただきます。また、相談時には生活状況や資産状況、親族との交流状況などを確認しますが、プライベートな部分でもあるため、できる範囲の話で構いません。相談の中で生活保護の制度について詳しく説明を聞き、生活保護の利用が必要な場合は申請をしてください。生活保護の利用には本人の意思で申請することが必要であり、申請の意思があれば誰でも申請できます。申請は原則福祉事務所にお越しいただき、面接員と面接をしながら申請書類を記載し提出します。また、申請に伴い調査に必要となる書類や資産状況を確認できる資料などもご提出いただきます。申請の際は、事前に日程調整の上、必要となる書類を準備し、福祉事務所にお越しください。なお、何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。生活保護の申請をすると、原則、調査員がご自宅に訪問し、生活状況や資産状況などを調査します。また、銀行や生命保険会社などにも資産の保有について確認します。この他にも、親、子供、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務がある方に援助ができるかできないかの確認を行います。対象の親族と長期にわたり連絡を取っていない場合や、家庭内暴力や虐待などの特別な事情がある場合には確認を行わないこともできますので、事前にご相談ください。調査の後、福祉事務所内で生活保護による支援が必要かどうかを審査します。審査結果は申請した日から原則14日以内に通知します。円滑に調査・審査が行えるようご協力をお願いします。調査・審査の結果、生活保護による支援が必要であると決定した方には、改めて生活保護制度や保護利用にあたっての注意事項等を説明し、最初の保護費を支給します。その後はお住まいの地区ごとにいる担当ケースワーカーが自立に向けた支援を行っていきます。何か生活上の問題があれば、遠慮なく担当のケースワーカーに相談してください。福祉事務所では、皆様の自立に向け、それぞれの利用者に合った支援を行っていきます。一緒に自立した生活が送れるよう歩んでいきましょう。